はい、おはようございます。釣り子 TV です。これ海外からなんかすごい、小包というか届きましたね。でよく見るとですね、ディーパーって書いてありますね。魚群探知機でお世話になっているディーパーさんから何か海外から送られてきたぞということで、リトアニアからまたですね送られてきてあります。ありがとうございます。早速ね、なんだろう、日本の代理店の人もなんか送ったよとかそういうの全然言ってなかったんで、急に届いたんでびっくりしたんですけども、早速ねちょっと開けていきたいと思います。なんだろう、ちょっとね気になるの開けていきますよ。結構厳重に梱包されておりますね。これで出るかな。出てくるかな。よいしょ。さあ、いや出てこない。ちょっと待ってくださいね。ほ。はい、なんかこの前のあの志村けんのバカ殿様みたいな、開けたらどんどんこれが小さくなっていって最後うんこが入ってたなんていうコント久しぶりに笑ったんですけど、まあ1段目を開けたらこういった綺麗に梱包されたこんな何ですかね、箱ですね。でちょっとじゃあさらに梱包されてるんで、次開けていきたいと思います。ビリビリビリと破けば、ほ、なんでしょうか。じゃあはい、開けていきます。お、額縁。じゃあこっちが正解か。さあ何でしょうか。お手紙。おお、なんだ、英語の、手紙とともに2018、ベストヒーローズ。あらら、ちょっとね手紙ね、はい、ちょっと英語が読めないんで今度ねディーパーのアンドレスに、聞いてみたいと思います。おー、これはねえ、こんな感じで額縁が送られてきました。リトアニアから。あら嬉しいね。なんだろう、 YouTube とかだとあのね銀の盾とかね金の盾とかああいうの10万人とか登録者行ったらもらえるようなっていうのがあるんですけども、本名ですね、ミスター田中浩一って書いてあって、ベストヒーローズって書いてありますね。おーで立つよ。なんだろう、あ、そっか、うん、で結構ねディーパー送ってみるからなんか動画作ってみてくれよとか言ってね、いくつかこう動画なんか作って YouTube でアップしたりとか SNS で、これ使ってみたらなんてやってましたけども、ありがとうっていう感じのあれですかね。すごいなんか部品なのかなとか、ディーパーの新しいこう装置なのかなと思ったんですけども、今回ですね、あんた頑張ったよっていうようなこう
盾が送られてきましたね。なんか嬉しいですね。こう YouTube とかね動画やっていてなかなか、まあ本当孤独な戦いですからね。ただひたすら撮影して編集してアップして撮影して編集してアップしてたまに誹謗中傷を受けつつ、でもまあ頑張ってくださいなっていうコメントとかを見ながらこう動画を投稿していくわけですけどね。なんか一つこうよくやってくれたみたいなこういうのが送られてくるとモチベーションになりますね。というわけで今回の釣り子 TV はリトアニアからあったベストヒーローだよみたいなこう何か送られてきたっていうことでこれ開けてみました。ちょっとね事前情報なしだったんですごいびっくりしたんですけどもありがとうございます。というわけでまもなくね今週末からのフィッシングショーがいよいよ始まりますね。自分の中でもシマノ、ダイワ、アブとかその他好きな、ルアーメーカーとかいっぱいね回りたいななんて思ってるんですけども実はですねこの釣り子 TV はですね、このディーパーさんのブースにいます。3日間ともですね時間によってはちょっと外に出ちゃったりしてる場合もあるかと思うんですけども今回は、ディーパーさんがですねブースを出しておりますのでちょっと小さめのブースなんですけどね、まあ、この小さな小型なコンパクトな魚群探知機こんな感じだよっていうのをご紹介するブースが一つ出ておりましてでそこにですね説明のお手伝い係で呼ばれてますので、3日間ですね来ていただいたら釣り子 TV ディーパーブースで、こうやって使うんですよなんていう感じでご説明したりしてますんでねぜひディーパー以外にもですね、動画のことであそこの釣り方どうなってんのとか、どういう感じだったよとか見てますよとかですねいろいろ、来ていただければ、生の釣り子 TV がいますんでね去年などはフィッシングショー行ってたんですけどね自分もお客さんでこう中を回って釣り子 TV 会ってみたいなんていうコメントもいくつかいただいたんですけどねそんなに、自分もうろうろ回ってますんでね見ていただいてる方と会ったりすることできなかった、何組か写真撮ったりですねお会いすることできたんですけど今年はですねベースというかこのディーパーブースをベースにですねフィッシングショーいろんなところ見て回りたいななんていう風に思っておりますのでぜひ遊びに来ていただければと思います。でもうマップの地図なんかも出てますんでね釣りのアイドルの確か釣りビットさんのブースの問い面みたいな感じだったと思うんですけども、入ってって右手側に行ったあたりのどこかにですねありましたんでもう地図とかねフィッシングショー、出てますんで自分のお気に入りのルアーメーカーさんとか回ってで、フィッシングショー1周回って2周回ってそろそろ見るところもなくなってきたななんていうタイミングが絶対訪れると思いますんでねそんな時に、そういえばディーパーに釣り子 TV でいるって言ってたななんてこの動画ね見ていただいてる視聴者の方だったら釣り子 TV のこと知ってると思いますんでね、ぜひですねいつも見てますよとかですねディーパーどんな感じですかなんていう感じで遊びに来ていただければ、嬉しいです。というわけで本日の釣り子 TV はですねリトアニアにある魚群探知機のディーパーからですね何やらこう額が送られてきたよとこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。